三上クイズ。よっしゃ、きた、きた、きた、きましたね、とうとうこの時が三上キラー。え、殺すスイーパー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 三上破りのお前が言っちゃダメだ、それで言うなバカ野郎、はい、というわけで今回はですね、僕が出題します。おー、まあ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 、一番好きだぞ、一番いいね、ゴーストスイーパー三上に関するクイズ出しますんで、はい、皆さんちゃんと読んできたね。はい、まあまあまあ、え、一切読んでない。ちょっと、その堂々なんでそんな堂々空手でって、別に好きな漫画じゃないと読まない。え、つまり、おい、すいません、ちょっとマイナス100万まあ確かにクイズマスターですから。今回ですね、ゴーストスイーパー三上クイズをやるんですけど、はい、うん、クイズって嫌いなんですよ。え、どういうことですか。えクイズだけやってるやつってクイズ嫌いなんですよ。どういうこと。なんかいろんな人があんまり言わない方がいいんじゃない。下手したらコラボしてる。そういうことじゃなくて、はい、クイズだけやってればいいんでしょっていう気持ちに、はい、なってるやつ、はい、嫌いなんですよ。あ、回答者側ね、俺たちのね。そう、今言っただけその三上も、うん、クイズのために読んでるんだったら、うん、ちょっと俺それは、え、そう、じゃあ読まない場合は、それなら、だから、そう、ある意味正解。100万でもまあ0点、100万でポイントマイナス、もっとマイナスってこと、そっちの方なんかこう一夜漬けみたいな、そうそうそう、勉強みたいなつもりで読まれてたらちょっとやだ、ね、ラビッチョそれぞれ1日で30回読んできましたよってさっき言ってました。え、これはでもそうでしょ、はい、難しい、難しい、難しい、違う違う、だから楽しくなって読むのがいいんだけど、仕事で読んでたらダメなんで、だから今回だから全部見るんだよ、僕あの審議隊。なるほど、審議隊全体で空手と一緒だよ、審議隊。だからまず、アルバ君とソレさんは、はい、あの結構逐一、うん、最近読んでますけど面白いっすねって言ってくれてるんで、もうプラス1ポイントやったー。そんな場外採点あんの。心もちゃんと見るから。あ、なるほど、知識だけないじゃん。嬉しい、本当に嬉しい、本当に嬉しい。やった、消極的姿勢も厳しく見られますから。え、なるほどね、はいはいはい。僕これカメラ回る前に何も関係ないのにオープニングちょっと口ずさんでここ来ちゃいました。ちょっと分かる。どんだけ耳に残ってるってアニメ、アニメ見たわけないじゃん。ちょっと漫画の方でしょ、それは言ってんじゃん。というわけなんでね、はい、今回もちろん豪華賞品もあります。おお、マジで、はい、これですよね。え、何これ、それ、これ三上さんの香水。ええー、めちゃめちゃ欲しい。そうなの。え、こんなグッズあるの。え、本当に欲しいかも。めっちゃ欲しい。そして、え、これは、え、三上玲子除霊事務所をイメージした。え、事務所なの。あの部屋の、あの部屋、あの部屋、あの部屋のちょっとね、会社っぽいみたいな。あー、こっちはだからもう完全に、え、マジで書きたい、書きたい、ダメダメ。これ、でも記憶はないの、これって。いや、全然何を言ってる、大丈夫なんで。だって売ってるやつでしょ。そう、売ってる、ちゃんと更新、すごいね。そうなんだ。じゃあ横島くんがいつも改善に言う。そういうこと。いや、横島くん確かに、それだったら今僕が身につけてる。なんだこれ、何、おぉ、精霊石、精霊石だ、精霊石のペンダントもこれ差し上げます。すごい、めっちゃ欲しい。え、それアマンの印じゃない。いや、違う違う違う、これ精霊石。滑った時とかはもうこれ引きちぎって滑った時期を怖いな、ギリギリタイプ、マジで滑ったで。これもあの差し上げます。1個だけか、ピアスにして。めちゃくちゃ高いです。いつもつけてんの。僕もずっと収録中ずっとつけてそうだったんだ。だから今もらえてなかった。差し上げこれ、すいません、ついてきてますね。だってここでもついてきてない人いるから。僕が多分一番多分視聴者との心は近いはずですけど、まあだからまあまあ、いこういこういこう。そしてですね、はい、かまどに関してはこのクイズ優勝したら、うん、禁酒が解けるっていう、あー、そうですね、副賞もあるんで、呪いが禁酒してるんで、ちょっとかまどにはぜひ頑張ってもらいたい。確かにいいですね、禁酒の呪いが今かけられてる。いやさっき飲めないんだよこれを、うん、いやマジでやろう。勝たない限りはちょっともう無理だと思う。
さあ、というわけでね、最初は技術問題から。よし、今回、ちょっと簡単にしてますから。あ、そうですね。カルトクイズだったら、さすがに無理じゃないかな。なるほど、簡単な問題だ。細かいとこ言われてもな。それでは、第1問。はい。みんなが大好きな、おきぬちゃんからの。きたー、おきぬちゃん大好き。おきぬちゃんが、幽霊として過ごしていたのは何年か。はい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 。こちら、もう、これはやっぱサービス問題。チュートリアルです、これはもう。お願いしますよ。何年間、まあ約ですけどね。じゃあ何、中では約何ヶ月とかじゃないわけね。もう何年ってことね。何の質問。何年、何ヶ月は言うの。そう最近じゃないってことでしょ。本当に全く知らなくても山勘でね。そうだね。だから、で、あの着物なわけでしょ。いやー、推理してもいいですか。推理働かせてください。テルミ推定で解くやつじゃないから。これぐらいいいですか。はい。それでは皆さん一斉にオープン。はい。オープン。お、300年。え、300年。200年。お、正解は300年。素晴らしい、素晴らしい。これは分かった。ここはまあ基本ですもん。まあまあね。基本なの？基本です。基本です。ごめんなさい。え？でも結構にじり寄ってる。確かに。この雪がある時代だからね。割と近かったね。ちょっと優秀なクラスの先生が。すごい。確かに。嬉しい。新学校に来ちゃった。すごい正当理。人骨温泉でね。あ、そう。最初に会うから。そうワンダーフォーゲル部の幽霊。そう、フォーゲル部の幽霊。一旦ね。後に山の神になる。いいよ。何言ってるんだ。1ポイント。え、やった。こういうのあるけど、正解どおり。変わりますよ。積極的に。部分点を取りに行かないと。積極的に。オロチだけどね。さあ、続いていきましょう。はい。精霊石やお札などのオカルトグッズ全般を扱う専門店の名前を漢字で。わー、漢字。漢字終わった。え、漢字ってことね。じゃあ、OK。 そう、そんなのもう漢字が先にええかもな。こうか、漢字多いんだよな。漢字多い、これかもな。いい。はい。まあ僕もじゃあ一斉オープンしましょうか。 OK。 はい、どうぞ。お、かわいい。薬鎮堂、無償。無償。正解は薬鎮堂。素晴らしいね。いいよ、これは。いける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 。ここはまだ差がこんくらいならいける。え、すごいな。結構やっぱみんな、じゃあもうちょっと難しい。この辺は結構ベタ。この辺はまあいける。ベタベタですね。まあまあまあ、ちょっと続けていきましょう。はい。それではいきます。霊体感知に使用する人形型の霊力センサーの名前は何でしょう。うん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 。ずっと何言ってんの。お書きください。よし。霊力を感知するのね。そうなんだっけ。アニメにも出てますからね。はい。ウルトラが作れたのもありますよね。ウルトラ。はい、ここもじゃあ皆さん自信ありますか。はい、多分。一斉にオープン。はい。元気くん。あー、元気くんだ。レイミくん、スカウター。スカウター、もともとツフル人の技術。ドラゴンボールだろ。ドラゴンボールだろ。サイヤ人滅ぼした。正解は元気くん。あしゃー、元気くんだ。この辺だったらいけるんだけど。ちょっとでも危なかった。今までのクイズで一番みんな優秀。いや、すごいよ。確かに。じゃあこれね、ここ椎名先生のこうなんかセンスが炸裂してるところをちょっと問題にしようかな。何どういうこと。センス。横島くんの三上玲子除霊事務所での初任給は時給何円。はい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 。このやっぱ数字の面白さ、これはね、絶妙ですよね。うわ、これやばいかも。どっちだっけ。うわ、やばいやばいやばい。これ初任給。あ、初任給ね。ですね。ただ今だとあんまり笑いにならない。時代がありますね。ギャグ漫画です。漫画の中でバブルが始まって弾けて不景気になって。いやー、やばいかも。書けましたでしょうか。はい、それでは皆さん一斉にオープン。頼む頼む。320円、220円、250円、250円、280円、1180円。まだ東京だもん。今でしょ、初めか。今の東京な、これ。正解は250円。くそー。
ちなみに、5円上がるんですよ。途中で小笠原恵美に引き抜かれた後、5円上がります。そう。そうこの5円が引っかかった。素晴らしい。スイカポイント。あ、はい。おきるちゃんは日程30万円。これやっぱね、センスですよね。150円ってちょっとそんなわけないと思う。350円じゃちょっとね、足りないし。あ、そうだ、250円だ。三上って本当にひどいやつ。でもお札とかがめっちゃ高いんだよ。そう、高いですね。経費が上がる。経費がすごいですよ。1枚何千万とかする。さあ、続いてどんどんいきましょう。平成5年度、ゴーストスイーパー資格取得試験で、はい、そうなんだ。はいはい、三上さんが変装して出場した時の名前は何でしょう。はい、なんだっけ。オッケー、ほらー、すごいね。シャシャシャ、うわ、これ忘れた。ちょっと待ってくれ。いや、全く分からない。じゃそれぐらいの年代ってことね。ちょっと待ってくれ。それぐらいの年代、年代から、まあまあ、年代の推移だから、もう全く情報がないからはい、それでは、じゃあこちらも一斉にオープン。はい、ちょっとわからなすぎる。ミカレイ、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 田島陽子。これ耳のもんじゅ。使わないだろ、もう。耳が出るのよ。何それ。正解はミカレイでした。わかんねえ。このミカレイって名付ける可愛さあるよね。ミカレイじゃん。めっちゃ好きじゃん。そんな分かりやすい名前つけちゃう。極秘ですね。確かに。ミカレーって丸メガネつけてますね。続いて、横島くんが文殊に初めて込めた文字は何？え？あ、違う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 。漢字一文字でお答えください。あ、なんだろう。うわ、なんだろう。横島くんの技にね。モンジュっていうスーパーボールみたいなのに文字を漢字1文字で入れるとそれ通りのことが起きるっていう技に目覚めるんですけど、修行して身につける漢字1文字の効果を出せると。いろんなのやりましたけど、一番最初、一番最初、一番最初が、それじゃあ順番にいこうか。これは、じゃあかまど。うわ、いやでも一発目は爆、爆発の爆、多分そうだと思う。この次が盾とかだったと思う。恐れだ。私もバク。バク。そうだよね。多分そうだと思う。休みの。僕逆に。あった。これもあった。守るの。ああ、そうね。五分の。あったあった。戦えたの。そうだったから。じゃあアルバ君。はい。僕ね、あんま覚えてないんですけど、スケベだから裸とかかなとかね。なるほどね。知見ね。使えると知ってた。知見。じゃあ加藤さん。うわ、バック。あれ？これさっき漫画あるじゃないですか。どういう絵なのって見たら、なんかラブホテルに車で突っ込もうとしてる時に一瞬だけ出てきて、能力だと分かってなかったんです。チラッと丸にまとまって書いてた。ただそれだけを今。すごい。山間の山。山間の山です。当てたらすごい。なるほど。じゃあ原田さん。はい。まあ僕は Y。え、それどうなる？アルファベットになることないだろう。ワイシャツがピッ。パリで、パリッとさ。パリッとさ。便利だ。欲しいな。営業マンで作るの大変なのに。何いかがでしたか？面白かった。正解は、バック。たまたま当たった。加藤さん、もう何ポイントだっけ？知識でも何でもない。5ポイントくらい入ってもいいの。すごいな。すごいすぎる。いやー、ちょっと難易度上がってきたぞ。やばいね。どんどん行きましょう。アニメ版のテーマソング、終わった。ゴーストスイーパーの2番の、2番〇〇もいいけれど〇〇〇はどう。この〇〇に入れば、お答えください。両方ってことね。丸丸アニメ丸丸丸ね。知らないな。丸丸と丸、二文字と三文字。2番はな、聞かなかったな。でもなんかこうニュアンスを。丸丸丸もどう。なんかでもね、おもころで何回か歌ったような。丸丸もいいけれど丸丸丸はどう。え、一番はちなみに。
一番はあれでしょ、長い髪なびかせて、長い髪なびかせて、悩ましげなボディ、ゴーストスイーパーのもうための曲ですからね。あ、そっか、言ったら。さあ、じゃあ順番にいきますか。はいはい、アルバム、うん、姿見もいいけど手鏡はそんな逆じゃん。そんなに提案するなら姿見の方がちょっと見てなくて持ち歩けるように、そう、持ち歩けるように、これはどうでしょうか。鏡屋さん見てないから分かんない、鏡そんな出てこない休みの、はい、まあ、僕もちょっと分かんないですけど、はい、さっきローストスリーパーのための歌って言ったんで、はい、その単語、ゴスリーパーの単語が出てくるんじゃないかなって、セイリチェキもいいけど、テッテテレ浜の札はどう、技の、はい、技、だから、幽霊に対して歌ってる歌なんですよ。なるほど、だから、その、退治のされ方を選ばせてる、内容って聞いてたんですよね。それは確かに、なるほど。あ、じゃあ僕、はい、僕、技っていうか、なんか武器、ほう、なんかこんなんだった気する。吸引と陣痛痕。陣痛痕、確か陣痛痕はどうだろう。なんかこんなんだった気する。技名ね。選ばせてあげるよってね。でも、はい、考えは意味は一緒ね。じゃあ恐れざ。私はもう原作のキーワードみたいなとこを引っ張ってくるのかなと思って、うんうんうん、極楽もいいけれどご利益は。ちょっといい分で、ね。そっちの方がいいんじゃない？それもある。はい、で加藤さん、あ、全くわかんないですよね。今週は来週はどう、来週決まらないよ、来週確認じゃないよ、決まらないな、ないな、調整さんやれよ予定が、こういうなんか飲み会とか行くのよ、時代的にやっぱないからね、調整さん、調整さんないからね。じゃあ原宿さん、はい、たまっちもいいけれどたまっちもお前ら同じ日にちと場所決めずっと決めろよ、ね、決めたら近いんだって、ね、山手線沿いなのたまに浜松町も行こうぜ、浜松町の方が便利もいいから確かに、うん、いや、それはわからん、はい、正解は、うん、かまど、これはすげー、両方両方ぴったり、ぴったり、素晴らしい、これは素晴らしい、今はわかんないもんな、これはすごいわ。では筆記最後の問題を、はい、筆記最後、はい、もうこれも常識問題ですね、常識問題なんかないやん、パチスロ、ゴーストスリーパーの他に極楽大作戦でベル絵柄のモチーフになっているキャラクターは誰、ベル絵柄、でもこれついにでいいんだよ、ついにでいいんだ、え、ベルって一般的にそのパチンコではどういう立ち位置の、パチンコでは、うん、台によって違うんだけど、まあまあよく揃うか、うん、まあ、たまに揃うレア役ぐらい、あ、わかった、たまに揃うレア、悪くはない、悪くない、揃った方がいい、わかった、わかった、え、やばいな、どっちから、俺好きな方にしよう、じゃあ私も好きな方にしよう、あ、じゃあ僕もこれ好きな方が書いちゃったな、無意識に、皆さん書けましたでしょうか、はい、わかんないね、それでは一斉に、はい、オープン、頼む、はい、めいこちゃん、六道めいこ、六道めいこ、上流駅、小笠原恵美、おっきいぬ、僕はもう知ってる、今みんなが今得た情報の名前、おっきいぬちゃんはボーナス、いや、そう、おっきいぬちゃんはね、もうちょっといいんすよ、メインだもん、そうなんです、ベルの雰囲気がなんか名古屋っぽい、シルエット、シルエット、髪型がベルの多い気がするんだよ、髪型がね、あそこまではいいけど残念、誰もいない、じゃあの髪型でもう一人といえば、あのマリア、マリア、マリア、マリアが、マリアですよ、加藤さん、ベルがちょっとこうもみ合いみたいな、確かに、あ、確かに金属っぽいイメージがマリア、確かに、なるほど、それはそうだ、金属っぽいイメージですよそっか、はい、というわけで筆記はここまで、あ、ここまでか、はい、じゃ続いては早押しです、その前に一回ね、得点を発表します、最初経過、はい、加藤さん1ポイント、すごい、うん、よくやってると思う、よくやってる、よくやってる、原宿さん3ポイント、よし、アルマ君5ポイント、うん、おお、
休みの6ポイント。すごい。すごい。みんな取ってんね。そして、かまど恐れ山が同点で7ポイント。めっちゃいいじゃん。すげえ。あっちあっち。暑いよこれ。クイズ外足す道もあるから。確かにね。そうそうそう。全然ある。全然ある。なるほど。神されてるよね。好きな神な神。神してる。神してる。それでは、早押し問題いきます。これあの間違えたらその会話お手つきで、減点はないので回答権です。僕だけこれなんです。まあ、鳴らさないだろう。それは分かんないでしょ。5個しかないで、5個しかない。こんだけ注文みたいな。分かった。喫茶店みたいなです。はい。はい。いきます。はい。まずすぎて。おおお恐れ山。あー、あれか。どっちが、どっち。チーズあんしめさばバーガー。正解だ。それだ。行かれた。これおもころチャンネルで出たじゃん。中田も作ってた。あ、そうなの。まずすぎて優待離脱してしまうことから後に優待離脱バーガーとして販売されることになったハンバーガーの名称。ほんの1話ですよねこれ。そう。確かに貧乏神のやつ。なんでもない1話。やばいかも。続きましていきます。三上さんが子供の頃大切にして。もがちゃん。正解。あーもが、もがちゃん人形ね。もがちゃん人形ね。背中にレイコって書かれてるから。そうね。すごいな。可愛い時代があったんだ。関係ないもがちゃんの話も初期に1個ある。あるあるある。だいぶ先ね。すごい。みんな面白い。結構ずれ。レベル高いわ。レベル高い。めっちゃ面白いわ。さあ、続いていきましょう。アシュタロスの。え？あ、早すぎ。マジ？アシユータロ。違います。あー、これは人間の方ね。続き読みます。これダメだ。アシュタロスの配下であるベスパは何の化身。え、それだ。ハチ。正解。あー、そうだ。本当のクイズじゃねえかこれ。もう、うわー、これだったな。わからなかった。さあ、どんどん行きましょう。いや、でもこれ怖っ。おきぬちゃんが通っている学校の。ちょっと待って、これやばいかも。これなんだろう。でも六道女学院。あ、正解。すげえ。そう、六道家やってるね。六道玲子ちゃんのお母さんが理事をしてるのかな。そう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 。すごいな。そうだわ。めっちゃ好きじゃん。え、いや、そうよ。早すぎる。この二人についていけない。早押しちょっとやばいっすね。ほぼ一夜付けの二人がさ、こいつら血頭いいぞ。普通に頭がいいだけじゃない。すごいな。いやいや、好きなの。いや、僕も好きになったんですよ。読んでたら玲子のことがどんどん好きに。そう、玲子さん本当最初嫌いだったんだけど。マジでそうなの。はい、続いていきます、一番好きなキャラクターをお答えください。ええ、それだ。机妖怪のアイコ。いいね。え、これ何回読み聞けんの。分かる分かる。シロちゃん。いいね。犬塚シロちゃん。俺も好き。めっちゃ好きだ俺。はい、コバトちゃん。あー、コバトちゃん。マジ。コバトも分かる。あれ、あれ、そうなんだ。あの、貧乏人のね。貧乏人の。コイト入ってんの。貧乏人の。はい、もう、入ってますよ、これ。コイト入ってんの。はい、アロー君。横島くんと試験で戦って、あの横島くんが資格をもらうきっかけになったあの忍者の。ああ、エッチなやつ。エッチなやつ。エッチなやつね。はい。あ、なんだっけそいつ。おお、迷ってる。え、ちょっとごめん。え、これ違ったみたいな。かましすぎ。ああ、ちょっとかましすぎ。みんなポイント。加藤さんもこれ。加藤さん、あの眉毛ともみあげがつながってる天狗。まあ、一瞬天狗は出てきたけど、ね、そこのディティールは覚えてない。男の前に言うと盛り上げてやった。まあまあまあ、さっき一瞬読んだろ。言っただけだろ。一瞬読んでめちゃめちゃ面白い造形のやつを言ってる。これはちょっと分かんねえよ。面白いこと言おうとしたらダメなんでしょ。本当に好きなキャラ。キャラ分かんないもんな。ちょっと今、すいません、面白いのが大丈夫。面白病だ。面白病だ。面白いのが上映してあげてください、誰か。いや、いいですね。はい、だいぶみんなポイント上げましたね。ありがとうございます。サービス問題。サービス問題。こんなのもあるから。それやっぱ愛を。あるんだ。愛をやる。あ、そっか。真に対するね。さあ、行きましょう。六道家の式神で。あ、マジ猿。ええ、違います。徳道家の式神で最高時速300キロを誇り。うわ、これはでも分か
これも噛んでいくしかない。噛んでいくしかない。インダラ。正解。うわあ！すごい。それは。すごい。すごい。すごい。マジ。噛んで。すごすぎるよ。猿はマコラです。そう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 。変身能力マコラかと思った。マコラ。インダラこう飛ばしてるところが。ピコラかと思った。すごい。問題文は六道家の式神で最高時速300キロを誇り、名工を乗せて移動している馬の式神の名前は、馬なの、正解なんだ、早いね、よく出てくるから、馬の前で出てるのはねすごい、移動手段だと思うんで、これ素晴らしいです。はい、じゃあそれでは行きましょう、パイパーの攻撃を防いでください。は、あ、え、あ、かまで、ノッキャップ正解だ。それだ、そうだった、素晴らしいね、すごい素晴らしい、これ開始じゃ続いていきますか。はい、あと何本ぐらいあるんだこれ。はい、このね、ゴーストスイーパー三上39番最終巻ですね、これで、キヌちゃんが悪霊にね、目をつけられて、あいつちょっと肉体と魂の間にズレがある、あ、もっと幽霊だからね、持っていけるぞってなったらで、わーって来て、こいつ退治しなきゃってなるんだけど、おきぬちゃんはさっきわざと幽体をずらして見せたんやると、ここへおびき寄せたら他の人を襲わなくて済むかも、これが私の体と命だからあなたにはあげられない、でもどうしても未練があるなら少しの間だけ貸してあげてもいいよ、で周りがバカなこと言うなって言うんだけど、私たちもともと命なんか持ってなかった、だから消えてなくなるのは生まれる前に戻るだけなの、生きているっていうのは短い間だけ天の神様にもらったプレゼントなんだよ、一呼吸するだけでもほんの少し何かを感じることができただけでも何もないよりずっと良かったでしょ、思い出していいことがいっぱいあったはずよ、気持ちいいことや楽しいこと、もう終わっちゃったけどあれがあなたの人生だったのよ、何ガーッガーッと言ってますね、私の体に乗り移ってももうあなたには戻れないよ、本当にそれでもいいなら、それが分かっても悲しくないなら、ダメだおきぬちゃん、うわシュン、ああ成仏した、成仏した、星も来たぞ、この人も本当は分かってたんだよ、ただ一人で消えてしまうのが寂しくて私送ってくるね、さよなら、またいつか命になって戻ってきて、優しい、すごいいい話、めっちゃいいっすよ、はぁ、めっちゃいいっす、めっちゃいいよね、マジで、え、めっちゃいいっす、めっちゃいいよね、これ普通にちょっと感動しちゃいました。何言ってんの、おきぬちゃんってそういうとこありますよね、え、まあ、あれなんかちょっと確かに今スケベ心があったいやー、やっぱこのシーン俺やっぱめっちゃ好きなんだよ、いい話だよ、だこの姿勢感、おきぬちゃん、まあまあまあこの姿勢感ですよね、クイズじゃないかもしれない、クイズ、クイズよ、みんなの一番好きなシーンを教えてっていう、あクイズ始まってるんで、はい、それだ、やっぱり終盤 の、あのやっぱラスボス戦に近いところで、あの横島くんがかなり強くなっていくシーンあると思うんですけど、あの100人抜きを白、はいはいはい、道家のね、お母さんに課されて無理やりそこに乱入していって30何体かやっつけて、そして認められて、あの本当の霊子と本当の霊子とは知らずに戦って、相打ちみたいになった時の、やっぱり偽物でも霊子さんといいところまで戦えてよかったってなって気絶した後に霊子がいつの間にあんたこんなに強くなっちゃったのって言って抱きかかえるシーンがめっちゃ良かった。3ポイント。あれ逆転したんじゃん。めちゃくちゃ良かったよね。あれしかもすんごいわ。こうね見開きでこうなってて、しかもその本当は本物なんだけど偽物だと思ってるのに。途中止めるんだ、そうそうそう、偽物だとはいえ三上さんに人たちは食らわせられないという優しさで、そこもやっぱ分かって三上さん、これめっちゃいいシーン、確かに、確かに、もうめっちゃ序盤なんですけど、おきぬちゃんが幽霊だった時にその不良娘に一回乗り移って、うん、その生身の生活をできるっていう、で不良娘なのに中身おきぬちゃんになってるから、うん、周りのヤンキー仲間があたふたするみたいなコメディー界だけど、生身になったからちょっと横島くんとやり取りした時にちょっとドキンとする、うん、そうね、あれこれってみたいなのがちょっとほのかに匂ってだけの回があるんですけど、うん、
あれが一番好きかも。2ポイント。おはようございます。2位取った。僕、はい、タイムポーテーションする会があって、うん、あの中世に行くんですよ。若い頃のドクターカオスと会うんですけど、で帰ってくるんですよ、うんうん、でドクターカオスに対してマリアがそのマリアの元となった女性の伝言を伝えるんですよ、うんうん、800年前ぐらい前にもとっくに死んでる女性からの伝言が、心はいつもあなたともにっていう、これがね、そのでドクターカオス別にその恋愛関係とかじゃないんですけど、うん、友情とその恋愛のちょっと狭間みたいなところで、うんうん、なんか終わるっていうのはすごいなんかいいんですよね。3ポイントおいや、もう1ポイント上げてください。わかりましたどういう状態これ何？いや、今もうファンミーティングいや、そうよ ね早めにやってもらう、早く決めてくれもうじゃあもういいですか。あ、いいよ。あの、で、まあ、あの横島くんと、うん、その三上の偽物が車に乗って、うん、横島くんをめちゃめちゃ誘惑するんですよ。あー、うん、あったあったあった。それで車に乗って車をこう勝手に運転しちゃって、うん、その行こうとしてるところがラブホテルで、うん、そこの擬音がラブホーって書いてあるさっき読んだたまたま読んだそこのそこがすげー擬音だな。なんだそこの話しかしてないそこで1ポイント取ってこれ以上これで2ポイント取れないからこれ以上は無理、コスパ良すぎ、無理か。ゴーストスイーパー三上クイズ、よっ以上。あ、誰結果を発表します、はい、どうだ。加藤さん1ポイント、はい、原宿さん3ポイント、うん、アルファ君5ポイント、はい、恐れ山が13ポイントすごいよ。お休みの13ポイントあれかまど14ポイント、できたらもうそれやばいですよ。みんなも納得よ。確かに。マジで香水欲しい。確かに。嗅いでみたい。香水だ。確かに感じて。じゃあこれ嗅ぎながら酒飲めるってこと。そう。香り。これちょっと部屋に巻いてから。あーなるほどね。あーそうだそうだ。事務所の香り。事務所のレイコさん。誰かに吹きかけてさ。あじゃあでもそうだね。確かに。恐れ山。恐れ山にレイコさん。レイコかけて。空気中に。事務所の香水を。あ、ちゃんとしてるね。多いね。見た目は。事務所の香水あるよ。じゃあ、空中にちょっと散布して。一回ね、まず。どう？どう？ああ、こんな匂いなんだ。あ、でもいい匂い。ああ、いい匂いだ。そんで、恐れ山にレイコさん。それで、レイコさんが。恐れ山にレイコさんかけて。失礼します。じゃあ、深いから。あ、いいね。で、ちょっと。同じ人ね。結構かけて。で、ちょっと。それで事務所。大丈夫か。ちょっと。レイコさん。ええ？ええ？三上すわ。こら。ちっさ。お前ら。お前ら何やってんだ。カードこれちょっとあ、そうですね、精霊戦授与しないとなんで男の胸元生温かい精霊戦めちゃくちゃじゃんねえ、ダンス王国でしか取れないですよ。この末端価格も何億円もするね、何億もするよ、これこれとあ、いけるあ、いけるあ、いけるあ、似合ってる色いいじゃん、似合ってるよ、合ってる合ってる、あ、いいね、いやー、よかったね、すごいね、最高ですね、これ楽しい、めっちゃ笑すすぎもすぎて、ひどい面白かった90年代のスカイこれめちゃめちゃいい回だな。横島さん、ね、最低最低、お母も私の乳尻太ももを狙うだなんて、カズニンヤ何これ、いいってお使いはもう仕方なかったんや今まで YouTube にない規定でバンカー着替えはやめてくれ深いって規定がいいぞというわけでね、
見事かまどの優勝ということで、禁酒も解けたと。解けた。あ、じゃあお酒もこれで見事ですね。これは悪くなしです。また。というわけで第2回オートスイーパー三上クイズでお会いしましょう。ありがとう。ありがとうございました。萌えがいいわ。高評価博士、どうしたんじゃチャンネル坊や。みんながチャンネル登録してくれないんだよ。チャンネル坊やよ、みんなにしっかりお願いしてみたのかな。さすが高評価博士。おもころチャンネルをご覧の皆さん、チャンネル登録お願いします。高評価も頼むぞい。登録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 。